奥行き感のある花にしたかったんですね。花びらがこう重なっているようにしたかったので、四つ編みで作りました。うん、ひょいちゃん、なんか解説する。いや、はい。ちょっと編んでますけど。一応動画なんですけど。途中からちょっとやっていった方がいい。片方だけで大丈夫なので。なるべく薄っぺらく拾っていった方が花びららしくなると思います。この時に平面に丸めると平面になってしまうので、こうちょっと立てた印象で円がかぶさるように、最後に花びらの形を整えて、で奥に潜ってしまった分をなるべくこう引き出してあげる感じで、で真ん中に指を置いて引っ張ると崩れてこなくて、なおかつこう円がぐーっと中に入ったように印象になりやすいです。ワックスとかちゃんともっとついてるとツヤツヤするかなと思う。